続きまして第2夜の解説となります。第2夜は舞林田村狂言清水座頭能高砂作り物出し、この3つの演目となります。舞林の田村は能田村の一番最後の部分、鬼神鬼神を退治する場面となります。豪快さと品位を持った舞が見どころとなります。狂言清水座頭、この狂言の見どころは基本的にはセリフ劇が中心、多い狂言の中でも歌舞、歌いや舞に比重を置いているところとなります。盲目となった女と座頭である男、つまり二人とも目が見えません。この二人が出会い、まあ、いろいろあった挙句主演お酒を交わす、この主演を交わす場面でセリフ劇が多い狂言にしては珍しく歌いを歌うと、狂言らしい分かりやすい演出もありながら、まあ、非常に穏やかな、まあ、しっとりとした雰囲気も持つ、そして、まあ、座頭者としては珍しくハッピーエンドで終わる、まあ、そういったところも面白い点かと思います。能高砂作り物出し、この能も、まあ、高砂も大地屋の羽衣と同様人気な曲となっております。高砂の前半では老夫婦が、後半では住吉明神が、いずれもことほぐ、祝うという一曲を通して祝言を第一としている演目です。ではこの高砂という作品を舞台の進行に沿ってお話ししていきましょう。能高砂は羽衣と同様ですね、まあ、全ての能はそうですが、この何もない空間から始まります。上げ幕より笛小鼓大鼓太鼓の4名が、彼らが登場し舞台へ差し掛かると切戸より8人からなるバックコーラス隊が出てくる。そして今回は作り物出しという特殊演出、小書きとなります。常の高砂ですと、もうこの囃子方と地謡が揃ったらば脇方が囃子の演奏に誘われて舞台へと出てくるのですが、作り物出しの小書きがつくと羽衣と同じようにですね、まず松の作り物がこの舞台正面に置かれます。この松は青竹に囲まれていて、まあ他の作り物とは少し異なる
まあ、非常に静謐な見た目となっております。そしてこの作り物が置かれると、いよいよ脇が大臣たちが登場します。そして羽衣同様に、まあ、状況を説明して、高砂という物語が始まっていくと。そしてその後、前半は老夫婦、これはしてとしてに準ずる役、連れという老夫婦が登場します。彼らは松の言われを語り、枯れることのない松、常緑樹である松を祝い、そして長寿をことほぐ、このようにして前半は終わり、後半では住吉明神、神様が登場して、颯爽と舞を舞い、天下太平を祈ると。前半も後半もどちらも一曲通してひたすらに祝言第一としております。この高砂という作品はとにかくおめでたいものですので、昔は結婚式の折などで能の歌いを歌うという風習がありましたが、その歌いというのは高砂の一節、前半が終わり後半の住吉明神が登場するときに脇が歌う、高砂やこの浦舟に頬をあげてという歌いの箇所、これを夫婦二人の門出を祝うものとして結婚式ではよく歌われておりました。また他にも前半の視界並み静かにてという言葉から始まる歌いの箇所、これもお祝いの歌いとして結婚式などで歌います。さらにはですね、高砂の一曲の一番最後の部分、千秋楽は民をなでという言葉から始まる歌い、これも祝言としまして、例えばある他の斧の催しなどがありましたとして、その会を、まあ、お祝いするという意味で能の最後に短く歌いを歌うという方法が能にはあります。番組の最後に付け祝言、祝言をつけると書いてあった場合には能の後に短く歌いを歌うんですけれども、この付け祝言に、まあ、千秋楽という歌い、短い歌いもよく使われます。まあ、千秋楽という言葉ご存知かと思います。まあ、お相撲とかでもね、千秋楽っていうふうに言いますけれども、このように高砂にはですね、さまざまあまりにも有名な歌いのフレーズが残っていると、まあ、本当におめでたい曲で、見ていて楽しい、まあ、人気な曲ですね。それではこの高砂の高砂やこの浦舟に頬をあげてというフレーズ、歌いの一節、結婚式などで多く歌われる歌い、これを歌って高砂のお話はおしまいとしたいと思います。高砂やこの浦舟に頬をあげて、月もろ
ともにいでしおの波の淡路の島影や遠くなるおの大きすぎてはや炭のお家に月にけり花